回の動画では、フーディニ10で搭載されたカルマルームマップの機能について紹介していきます。今回は、実際にノードをどのようにセットアップしていけば、レンダリングに持ち込むことができるのか、一番初めのセットアップを順を追って説明をしていきます。サイドエフェクト社が公開している技術デモにありますように、カルマルームマップというシェーダーノードがフーディニ10では使用できるようになりました。ここで言うルームマップとは、名前の通り建築ビジュアライゼーションや背景に建物を使用するシーンなどで擬似的に立体感のあるインテリアを表現するためのテクスチャマップのことを指します。これを凹凸のない平面に投影することをパララックスマッピングと言いますが、カルマルームマップシェーダーはこの技術をインテリアビジュアライズ向けに比較的簡単に扱えるようにしたものです。カルマルームマップポップシェーダーは十字型のルームマップをサーフェス上に投影し、3次元の部屋を作り出します。スライスによって奥行きを追加することもできます。スライスには家具や人物、カーテン、またはランプや植物のような小道具を投影することができます。このように画像の投影によってインテリアを表現する利点というのは、完全な部屋をモデル化する必要がないことです。で、またカメラアングルが変化した場合でも、シェーダーのマッピング方法は部屋のレイアウトを立体的に表現することができます。カルマルームマップシェーダーは、例えば都会的な建物を表現するなどの作業を行う上で効率的な方法と言えます。ここからは具体的にどのような手順で一つのルームマップを投影することができるのか解説していきたいと思います。シェーダーのセットアップとルームマップの両方が正しく動作するためには一定の要件を満たす必要があります。ルームマップは各部屋のエレメントが正しい壁に表示されるようにパターンが整理された EXR ファイルとして作られています。この画像は実際のルームマップとどの面として処理されるのかを示した図です。壁や床に相当する面はもちろん部屋の壁や床の画像が投影されます。それ以外のスライスというのは、家具や人物、その他カーテンなどの小道具を投影するためのレイヤーの役割を果たす画像として使用されることになります。またルームアップは、例えば W パララックスのような建築ビジュアライゼーション向けのページからダウンロードすることができます。こちら無料でも一部画像をダウンロードすることができますので、こちらもご覧いただければと思います。早速ノードを組んでみます。まずタブメニューを開き、ジオメトリオブジェクトを作成します。ノードをダブルクリックもしくは選択した状態でエンターキーを押して中に入ります。ここでグリッドソップを追加します。このノードはガラス張りの部屋の窓の部分を表すものとしてセットアップをしていきます。グリッドの向きをここでは ZX プレーンから XY 平面ですねに変更します。で、またサイズを2:1としまして、このようなサイズ感に設定をします。で、また投影するこのグリッドをシンプルにするためにですね、ローズこちらを2、カラムズを2としまして、1枚のクワッドポリゴンが作成されるようにセットアップをします。グリッド1の下にですね、ルームマップフレーム、こちらのソップを追加し、その入力をグリッドソップの出力と接続をします。カルマルームマップシェーダーはマップを正しく拡大縮小、またどちらのこの面に対して画像投影するのか決定するためにいくつか情報を必要とします。このルームマップフレームソップを使用することで、その必要なアトリビュートを作成することができます。で、その作成されているアトリビュートというのを表示するためには、このルームマップフレームソップのビジュアライズをチェックを入れます。そうするとこのようなベクトルがいくつか表示がされます。この赤いベクトルというのはタンジェント U、 緑のベクトルというのはタンジェント V を表します。ジオメトリスプレッドシートを確認しますと、ポイントアトリビュートとしてタンジェント U とタンジェント V がセットアップされていることがわかります。で、またこの正面を向いている青いベクトルというのは、このタンジェント U とタンジェント V のクロス積
で、このベクトルというのはグリッドの方線として使用されます。この方線の向きでポリゴンがどちらを向いているのか、画像がどちらの面に投影されるのかというのを示す一つの情報になるということです。で、またこのアトリビュートをですね、反転させる場合というのはインバートオプションがありますので、こちらをチェックボックスを有効にすることで、反転することができますが、ここではそのままデフォルトの状態で進めていきたいと思います。基本的なソップ階層でのセットアップというのは以上です。最後にヌルソップを追加し、ルームマップフレームソップの出力に接続をします。ヌルの名前を例えば G アンダーバーウィンドウなどに変更してディスプレイフラグをオンにします。カルマルームマップシェーダーなので、カルマレンダラを使用することでそのレンダリング結果を確認することができます。そのためには USD シーンとしてコンバート、このソップの階層のデータをコンバートしてあげる必要があるのですが、その一番簡単な方法というのはステージコンテキストでネットワークを組んで、そこでシェーダーを割り当ててあげるということです。なので、そのセットアップを行っていくんですけども、ここでタブキーを押してロップネットワークを一つ作ります。ネットワークノードなので、このノードの中がまた別の階層になっています。このロップネットワークをここではステージセットアップとしておきたいと思います。で、このノードを選択して、エンターキーで中に入りまして、これがステージコンテキストという階層になります。その中でですね、タブキーを押していただきまして、ソップインポートノードを作成します。ここでノードパラメータの、ソップパスというパラメータあるんですけども、こちらにソップコンテキスト上の先ほどの、ヌルノードジオアンダーバーウィンドウというノードがあったかと思いますが、それを選択する必要があります。選択することで階層をまたいで読み込んでくることができます。で、パスを指定する必要があるんですが、ノードチューザーのボタンを押しますと、このジオ1の中にジオウィンドウとありますので、これ選択してアクセプトを押します。で、そうしますと先ほどのグリッドが読み込んでくることができます。続いてマテリアルをセットアップする必要があります。タブメニューからマテリアルライブラリを作成しまして、その入力をソップインポートロップの出力に接続をします。最終レンダリングにはカメラロップノード、カルマレンダーセッティングロップ、 USD レンダーロップノードも必要となりますが、今回はプレビューできれば十分ですので、ここでは解説は省かせていただきます。で、ここからはですね、実際にシェーダーを組んでみます。Houdini 20ではマテリアルは特定のサブネットボップの中で作成されるようになっています。で、今マテリアルライブラリの中に入りましたが、ここで、サブネットを作成することができるんですけども、例えばカルマと入力しようとしますと、カルマクラウドマテリアル、カルママテリアルビルダー、カルマファイロマテリアルのような形でですね、特定のサブネット用途に分けて、作成されるサブネットボップが、いくつか用意されてるんですけども、それを作成して、その中で、ノードをネットワークを組んでいくことができるようになっています。ここでタブメニューからカルママテリアルビルダー、こちらを作成します。で、このノードの中にですね、入りまして、サブネットにはいくつかのノードがあらかじめ用意されている状態で、ここで今回のセットアップではですね、ディスプレイスメントのセットアップは必要ないので、バイパスネットワークを外して端に寄せておきます。で、次にカルマルームマップロップを追加します。タブメニューからカルマルームマップを作成します。で、そのアウトプットをですね、マテリアルアウトプッツ &AOVs のインプットに接続をします。このアウトですね、こちらを NEXT に入力をします。このカルマルームマップボップシェーダーのファイルパラメータ、こちらにはルームマップデバッグ .exr という画像がですね、
デバッグ用の画像がセットされています。ここではまずこのマップをそのまま使用してプレビューを行っていきたいので、そのままにしておきます。で、先ほど SOP でルームマップフレーム SOP というノードを追加して必要なアトリビュートを作りましたが、これがマッピングに必要になる情報になります。このアトリビュートをこのステージコンテキストのマテリアルライブラリーの中のこのシェーダーにですねバインドする、つまり読み込んでくる必要があり、そのためにはですね3つの MTLX ジオメトリープロパティバリューボップというノードを追加する必要があります。 MTLX ジオメトリープロパティバリュー、このノードを追加します。で、この読み込んでくる必要がある情報というのがポジション、画像投影するための位置情報と先ほどのタンジェントの2つのベクトルが必要になってきます。トータルで3つ必要なので、このノードはですね3つ追加してあげる必要があります。コピーして配置します。で、このそれぞれのノードの出力をですね、一番上はポジション、2番目はタンジェント、3番目はバイタンジェントに接続をしまして、分かりやすいようにですねノードの名前も変更してあげると良いかと思います。で、今アウトプットとインプットの間でが点線で結ばれているんですけども、これはですね入力するこのボップシェーダーにですね入力する情報が、必要なのはベクター情報なんですけども、アウトプットがフロートになっているので型が違うと言われています。なので、この入力アトリビュートを読み込んでくる方のですねノードシグネチャーからですね型を選択することができまして、これすべてベクターにしておく必要があります。ベクター3という型にしておきまして、3つのこのジオムプロップというパラメーターがありますが、ここでどのアトリビュートを読み込んでくるか名前を指定することができますので、ここで先ほどの SOP の階層で作られているアトリビュートをもう一度確認しますが、必要なのはですねルーム P という情報、そしてタンジェント U とですねタンジェント V という情報が必要になりますので、これをそれぞれ指定をしていきます。ルーム P で2つ目タンジェント U ですね、タンジェント V とセットしまして、で、続きましてカルマルームマップシェーダーの出力と、ここではマテリアルスタンダードサーフェスというノードがありますが、この三角のボタンを押しますと中にベースカラーとあります。先ほどのアトリビュートの入力によってこのマテリアルスタンダードサーフェスにですね入力できるようになりましたので、アウトからベースカラーに接続をします。で、次にカルマルームマップシェーダーの方線出力があります。ノーマルとありますが、これをですねマテリアル X スタンダードサーフェスの方線に入力をします。ジオメトリーの中にですねノーマルとあるので、こちらに接続をします。で、また窓の、このグリッド自体は窓に相当するものになりまして、その中に画像を投影して奥行きを表現する形にはなるんですけども、ガラス窓の効果を作成するためにはですねマテリアル X ノーマルマップ MTLX ノーマルと入力しまして、このノードを使用しましてマテリアル X スタンダードサーフェスコートノーマルですね、コートの中のノーマルに接続をする必要があります。コートなのでガラス窓のような反射の様子を再現するために必要な情報になってきます。で、以上で基本的なシェーダーのセットアップというのは完了になります。で、ここでステージコンテキストに戻ります。押しまして戻ります。で、ここで結果をプレビューしてみたいと思います。レンダーデリゲートをですねカルマ XPU に切り替えます。で、今、画像がですね反映されてないんですけども、ソラリスのセットアップではですねマテリアルと
マテリアルを割り当てるプリム、ここではメッシュゼロと書いてあるんですけど、これが、参照されてないといけませんので、ここでメッシュゼロをですね、マテリアルライブラリーのジオメトリーパスの中にドラッグしまして、でマテリアルボップ今アスタリスクとなってるんですが、ステージセットアップの中のマテリアルライブラリー1の中のカルママテリアル、これを割り当ててあげます。この状態でもう一度 XPU でテストをしてみます。でそうしますと、このような形で部屋がこう疑似的に奥行きを持った状態でプレビューされます。今表示されているのは先ほどのシェーダーの中でセットされているデバッグ用のテクスチャーになります。このような形で初期セットアップを行うことができます。で以上のような流れで設定を行いまして、その後に部屋のカスタマイズを始めることができます。シェーダーポップには例えばマップを拡大縮小したりですね、部屋の奥行きを変えたりですね、レイヤーを変更したりといったセットアップが用意されてますので、このあたりの詳細であったり、実際にルームマップを使用したレンダリング、また窓が今回一つだけですけども複数ある場合であったり、窓がこう曲がっている場合だったりとか、そういったいろいろな条件あったりすると思いますので、そのあたりの制御方法につきましては次回以降の動画でご紹介できればと思います。今回の内容はひとまず以上となります。本動画の内容が参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしご質問がございましたら、コメント欄にご入力ください。今後も視聴者様の学びにつながるコンテンツを提供できればと思いますので、インディーズのチャンネルをよろしくお願いいたします。